はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、登録免許税の1回目、基本的な部分について解説していきます。まず、登録免許税、どういった場合に課される税金かというと、不動産の登記をするときに課される税金なんですね。宅建レベルではこうやって覚えていただいて大丈夫です。まあ、その他、商業登記ですね、会社を登記する、法人化するとか、まあ、そういった場合も登録免許税かかってくるんですけれども、まあ、宅建レベルであれば不動産の登記をするときに課されるもんなんだと。例えば不動産の売買契約をして所有権移転登記をするだったりとか、また、銀行からお金を借りて自己所有の不動産に抵当権を設定するとか、まあ、そういった場合も登録免許税かかってきます。で、納税義務者、誰がこの登録免許税納税しなければならないのかというと、これは登記を受ける人です。売買契約であれば所有権の移転登記をしますよね。で、所有権移転登記っていうのは売り主と買い主双方がこれ登記するんですよ。共同申請なんですね。つまりこの双方が連帯して納税をする義務を負うということです。売り主と買い主双方ですね。またお金を借りて抵当権の設定登記をする、この場合も貸主と借り主、これが連帯して抵当権の設定登記をする。まあ今の事例で言えば、私が銀行からお金を借りて、で、私自己所有の不動産に抵当権を設定する、私は借り主ですね。で、お金貸している側っていうのは銀行です。その両者が納税義務を負うんだと、納税義務者になるんだということですね。で、課税主体、誰が課す税金なのかというと、これは国です。いわゆる国税ですね。国税にはこの登録免許税以外にも、これまで勉強してきた動画でもお伝えをしてきた所得税だったり印紙税、これが国税ですよね。ここも一緒に頭に入れておきましょう。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、続いて課税標準。登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格、いわゆる不動産の価格ですね。この売買契約の取引価格、売買代金ではありませんので注意をしておきましょう。不動産の価格と言われたら、固定資産課税台帳登録価格と、もう頭に入れておいてください。もうこれは覚えるだけでいいので覚えちゃってください。で、この課税標準が固定資産課税台帳登録価格となっているものは、登録免許税だけじゃなくて、これもこれまで勉強してきた固定資産税だったりとか不動産取得税、これの課税標準も固定資産課税台帳登録価格でしたよね。復習です。ここもしっかり押さえておきましょう。で、続いて納付方法。これがちょっと面白いというのか、混乱する方いらっしゃると思うんですよ。実務やっている方はこれ混乱すると思います。それはなぜか、ちょっと後でお伝えします。まず法律上どうなっているかというと、原則現金納付なんですね。登録免許税は現金で納付しなければなりません。これどういうことかというと、銀行とか金融機関で税金納付するんです。登録免許税納付します。そうすると銀行から領収書もらえるんですね。その領収書を登記の申請書に貼り付けて納付をするという感じですね。で、例外があって、3万円以下の場合は印紙納付も可能です。印紙納付っていうのは、印紙を買ってきて、その印紙を登記の申請書に貼り付けて
で登記申請をするという感じですね。で、ここで実務をやってる方はあれって思うんですよ。これ実務やってない方はもうこれそのまま覚えてください。今からお伝えする内容は頭に入れなくても大丈夫です。これを覚えてください。実務やっている方は今からお伝えする内容を聞いていただければと思います。実務的にはこれ3万円以上の場合も印紙納付してるんですよ。実際私も、やってました。3万円全然超える金額の、登録免許税払う場合も、印紙を買ってたんですね。で、印紙っていうのは法務局の中にあるんですよ。印紙売り場ってあるので、例えばそこで6万円分くださいとかっていうと6万円そこで支払って、で6万円分の印紙をもらう。で、その印紙を登記の申請書に貼り付けて登記申請する。こういったことやってたんですね。で、そうするとあれってこれ思うじゃないですか。3万円以下の場合は印紙納付可能って書いてあるのに、3万円以上の場合でも印紙納付してるじゃないのかって思われると思います。まさにそうなんですよね。これ条文読んでも、これ3万円以下の場合、まあその他政令で定める場合って書いてあって、政令で定める場合調べても、私が実際にその3万円以上の場合印紙納付した場合を考えても、その政令で定める場合にも含まれてないんですよ。なのでこれいいのかなと思うんですけども、実務的にはそうなってるんですね。3万円を超える場合であったとしても印紙納付してるんですよ。なのでここはちょっと実務と法律では違うので、ここはちょっと注意をしておきましょう。宅建試験で出てくるのは実務ではなくて、こっちの法律の内容なんですね。登録免許税法、これ22条だったかなに載ってるんですよ。なのでもうこっちをですね、頭に入れていただければと思います。実際宅建試験で出てくるのはこっちの法律上の内容が出てくるんで、こっちで頭に入れていただければと思います。気になる方は、登録免許税法の22条ですね。まあそこまで正直調べなくてもいいんですけども、今言ったこの部分ですね、これをそのまま頭に入れていただく。実務やっている方もとりあえずはこっちで頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。